ちは、今日は近年とても人気のあるフレッシュフルーツを使ったカクテルをお作りします。本日は今が旬のキウイを使ってお作りします。皮を剥いたキウイをご用意ください。こちらは、すりおろし器ですりおろしていきます。キウイは、ブレンダー、いわゆるジューサーミキサーにかけてしまいますと、この中の種の黒い粒々が一緒に潰され真っ黒い仕上がりになってしまいますのでお気をつけください。ポイントは、キウイは程よく熟したものをお使いいただけるといいと思います。香り、ちょっと触ってみて少し柔らかくなってきたところがおすすめです。柔らかいので比較的早く簡単にすりおろされます。多少、形が残っていてもこれは後ほど食感として味わっていただけますので、これぐらい残しておいていただいて大丈夫です。シェーカーに今すりおろしたキウイを入れていきます。こちらに、アルコール感が欲しい方はウォッカまたはお好みでラムなどを入れていただいてもいいと思います。今日は、アルコール優しめに仕上げようと思いますのでスピリッツは使わないでお作りします。そしてグレープフルーツジュース、こちらを90ミリ、フレッシュフルーツを使う場合は個体により甘さが違います。季節によっても甘さが違いますので、ここでちょっと味見をしていただくことがよろしいかと思います。リキュールですと味は変わらないのですが、フレッシュフルーツの場合は一つ一つ、甘みも酸味も変わってきます。ちょっと味見します。酸味があります。こちらに例えばシュガーシロップ、甘さを足した場合はシュガーシロップ、もしくはお好みのリキュールを使っていただいてもいいと思います。今日は、マスカットのリキュールミスティアを使ってみます。フレッシュフルーツを使ったカクテルは、ノンアルコールでお作りすることができますので、お酒が苦手なあなたにもおすすめです。これからお作りするカクテル、ほとんどアルコールが入ってません。はい、こちらをシェイクしていきます。
嬉しいなフレッシュフルーツカクテルキウイのカクテルの完成です。